最近さ、ある場所でヤン車がクラクションをパパ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 ーとかって鳴らして走ってて、マナー良くないなと思って見てたんだけど、サクジュリア思い出したわ。皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋のサクでございます。やってまいりました、フォルツァホライゾン4の時間でございます。というわけで改めましてこんにちは。はい、やってきましたよ。さて、この車は一体何でしょうか？車好きの皆さんはすぐに答えられるはずでございます。ヒントは、私にちょっと関係する数字が入ってる。もう今答え丸わかり。答え普通に出てたけど。はい、ということで、今日はこの車に乗るんじゃなくて、この車についていろいろとコメントで教えていただいたことをご案内しようかなと思います。はい、やってまいりました。そしてね、これは R390 という車になりますね。はい、ジュリア、今日も似合ってますね。はい。で、3月9日の朔の日というのを迎えまして、当日はね、当日、そして翌日等に、いろいろとメッセージをいただきありがとうございました。はい。ということで、またね、イベントをやっていけたらいいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。そして、この車でね、何をしてたかというと、このマイカーのところでですね、あ、マイカーじゃない。ごめんなさい。間違えました。マイカーじゃないよ。マイカーじゃなくて、はい、R390。こちらのカーマスタリーというところで、まあ、パークを購入したんですよ。で、ここの右上で前、レガリアタイプ D っていうのを手に入れたんだけど、なんと、95年、日産ニスモ GT-R LM。しかもフォルツァエディション。こちらがガレージに追加されるということで、これをね、ゲットしてました。はい。で、これをゲットして、その車がどんな感じかっていうのを一緒に見ようかなと思って。で、今日はこれ、この車には乗りませんけども、また次回以降でね、このニスモ、乗っていこうかなと思います。はい。日産、はい、ここですね。はい、ここ行ってください。ほら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 、見て見てこれ。ニスモ GT-R LM95 年。めっちゃかっこよくない？これ。すげえと思って。すごい、なんかもうめっちゃかっこいいやんと思ってね。これはね、すごい、乗るのを楽しみにしてます。はい。またノーマルで走ったり、カスタムして走ったり、いろいろ皆さんと一緒に楽しんでいければと思います。だってもうこのノーマルの状態でもう S2 の995だからね、これね。もう X が近いよ。はい。ということで、今日はまあそんな感じで進めていきたいと思うんですが、まずは運試ししましょう。まずはね、今日は、こちらの方で、まずメッセージセンター、今日ちょっと溜まってますからね。久しぶりなんですよ。ちょっとフォルツ自身が。ちょっとね、はい、スーパーホイールスピン後でやりましょう。ビジネスということで、まあタクシー、ジュリアタクシーからお金稼ぎました。はい。ジュリアレンタルから、稼ぎました。そしてここも、ジュリアレンタル、ここもジュリアタクシーということで、まあ素晴らしいですね。非常にいいですね。はい。では、今日の運試し、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。なんか前回服着替えたのに、また服が戻ってるな。なんかフォルツァってたまにそういうことあるよね。はい、お金だったら OK。 お金か車いいよ。そして次行こう。今日も3回やりましょう。よし、行け、頼むぞ。うわ、ペッ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 、4000円か、いらねえな。まあまあ、お金だからもらっとくか。よし、あと1回。さあ、何が起きる？何か素晴らしいことでも起きてくれ。頼むぞ。なんか微妙だな、微妙。はい。ということで、今日はね、こちらの方で楽しんでいければと思います。で、今日は何をするかというと、いよいよ私、これ、今日クロスカントリーシリーズ、これをね、このボス戦をやっていきたいと思います。まあ、ボス戦というか、なんというか、そして、マシンですよね。マシンをついにレガリアタイプ D で今日は走りたいと思いますんで、皆さん応援をよろしくお願いいたします。今日はついにレガリアで出ますよ。もうコメントでもね、いろいろ教えていただいたんですよ。めちゃめちゃいいですよ。このタイプ D で出ると一番いいですよ、みたいな感じで。はい、ということで、一旦ね、カスタムせずに、これでバトりたいと思います。はい。カスタムしなくてもね、多分大丈夫だと思うんで、ほらほら、来たぜ。こんな狭いところ通るんじゃねえぞ。よしよし。あ、でもカスタムした方が面白いかもしれないな、これ。もうジュリア、避ける気すらなかったな、今、ジュリア。はい。ではですね、今からちょっと行きたいんだけども、どうしよう。こんな遠回りするのも時間の無駄だからさ、突っ切るわ。ジュリア王国だから、ここはジュリア王国。何をやっても怒られないですからね。何をやっても怒られることがない。はい。まあ、ボス戦だけども、とりあえず、一旦このノーマルの状態で、まあ、戦ってみましょう。そうすることで、まあ、どうなるか、またね、楽しんで走れるんじゃないかなと思うんで、あんまりレベルを上げすぎると、なんかクロスカントリーっていう感じじゃなくなるからね。普通にサーキットみたいな感じになってしまうから、
まあ、オフロードにすればいいだけなんだけども、まあ、とりあえずこのノーマルの状態のレガリアタイプ Z で、まあ、走っていこうかなと思います、はい、ではちょっともうボス戦をささっとやってささっと終わってしまう動画になるかもしれないけど、とにかくね、頑張って、いきたいと思います。よし、さすがクロスキャントリーですね。ジュリアの手がガクガク揺れてるよ、うん、ハンドルのね衝動が伝わってくるんでしょう。これなんかボンネットにさ、ロールスロイスみたいにマスコットがあったらかっこいいのにね、レガリアってね。そういうのがあっても非常にいいかなと思うわ。はいはい、よしよし、もう到着。ほら早いわ。もうこれ道路沿いに行ったら余計にダメだよ。よし、皆さん、ではクロスカントリーやっていきたいと思います。あ、こんな端っこになんかジュリアアイランドに行くときみたいな感じですねこれね。はい、ではね、もうここで今日ボス戦走りたいと思います。シングルプレイです。はい、ではこちらで行きましょう。レガリアタイプで723年です。何があった年ですか、覚えてますか。さあ、もうジュリアがちっちゃすぎて、しかもこれ車がでかすぎて全然車が全然車が見えんぞこれ。全然車のドアが開いてるとことかも中全く見えないんだけど、ちょっとジュリアの綺麗な足だけは見えるわ。よし、 OK、 やってこう。さあ、盛り上がってるか周りのみんな。よし、やっていこうぜ。これで やっていきたいと思います。レースイベント開始です。それではレッツゴー。よっしゃ、やっていこうじゃありませんか。ちょっとジュリア、ちょっとワイパー動かしてるってことはちょっと雨の自覚あるよね。ちょっとジュリア、ちょっとルーフを閉めなさい。ルーフを、ちょっと屋根を閉めなさい。ちょっとどこにいるんですか、他に屋根開けてるやつが。あ、てか後ろにいたわ同じレガリアがいたぞ。後ろレガリアいるぞ。あれ、レガリアタイプ D が。さあ、オッケー。後ろのレガリアは本物のルシス王国のちゃんとしたレガリアですよ。はい。ちなみに今ジュリアが乗ってるレガリアは、これはね、ルシス王国のレガリアじゃありません。これはなんとジュリア王国のレガリアですからね。最近ね、ジュリアがレギス国王とね、揉めてるんですよ。レギス国王、私の車パクってんじゃないわよ、てめえこの野郎、言ってかなりね、揉めてるから今レギス国王と。おお、ちょっと待って、今おんぶに抱っこ。ちょっと、おい、てめえこの野郎、邪魔だ、てめえこの野郎今危なかったな、荷台に乗ったぜ、荷台に。ちょっとこのまま荷台でゴールまで連れてってって言おうとしたわ。オッケー、パパ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 、てめえ1位のやつ、てめえこの野郎、イギリスで生活できなくしてやるぞ、てめえこの野郎、パパ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 、イギリスから追放してやるぞ、てめえこの野郎、おい、空気読め、1位のやつ、空気読め、パパ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 、面白いよこれ。ちょっと、おい、これちょっとずっとくっついてんじゃないかこいつ。おい、ちょっといい加減にイギリスから追放するぞ、ほんと怒るぞ。ちょっとジュリアが、ほら速度遅くなった、でもしっかりついてくんな。オーケーオーケー、まあいいまあいいまあいい、オーケーオーケー、まあ許してやろうとジュリアが申しております。はい、ということで気を改めて、頑張っていきましょう改めましてやっていきましょう。さあ、ということで、まあこのマシンレベルがね C の597ぐらいだったんだけど、多分ね、あの余裕で勝てると思います。あの周りの車も同じ C の590台ぐらいの多分レベルなので、まああのマシンの性能がまあものを言うわけですよ。はい、まあテクニックもそうだけどね、マシンの性能が多分ね、レガリアが多分最強だから、多分だけど普通に勝てると思います。はい、むしろこういうクロスカントリーの車をレーシング V12 とかにして、バチバチのなんかオフロードとかそういうレーシング仕様とかに改造する方が多分ね難しいと思う。そうなると完全にテクニックだけの勝負になるからね、車の性能もねアップしちゃうからね、 AI も。だから多分ねきついと思う、そうなると本当に勝つのがね、うん、だからあのクロスカントリーとかは多分ノーマルで、勝負を挑む方が多分いいと思います。はい、まあ、ということでそんな感じで明るく楽しく元気よくやっていこうじゃありませんか。さあ、もうすぐ雨が止みそうですね。はい、早く雨止んでくれないと本川がえらいことになるよ。さあ、サッカー場じゃねえかこれ、大丈夫か。後ろは、お、後ろ、真後ろぴったりついてるね。オッケー、素晴らしいじゃないか。よしよし、いいといいといい感じよ。オッケー、ここもきれいに左コーナーね。オッケー、あ、おっと危ない、チェックポイント気をつけてよ。チェックポイント1回見逃したらもうアウトだからね。よーし、オッケー、素晴らしい。オッケー、これで結構まだ 38% か。おっと次右ですね、右危ない危ない危ない、よしよし。おっと、ちょっと大回りすぎた、大丈夫かな大丈夫かな。いやー、やばい、真後ろいる真後ろいる、気をつけて気をつけて。さあ、このマフラー9本出しの実力を見せてくれよ、レガリア。おっと来たぞ、 KY だな、ちょっとちょっと待って、おい、空気読めよしっかりと。よし、 OK。 さあ、ここを通ってまた道路を通ざるに、またなんか花畑の中通っていくんだな。よし、 OK。 あ、ちょっと待って、ここ俺の、私の家じゃねえか、ここ私の家じゃねえか、てめえこの野郎、おい、てめえら、おい、勝手にコース作ってんじゃねえぞ、てめえこの野郎、勝
手にコース作るな、てか私有地入るんじゃねえてめえこの野郎。おいおい、なんだこれ、ちょっとおい、サクジュリアの家勝手に使わないでくれるか、このフォルツホライズン4、頼むわ。ちょっと、おお、ちょっと待って、ちょっとちょっと、危ねえ、今ちょっと助けてくれてありがとうな、2位のやつ。危ねえ、まさかあんなとこで詰まると思わんかったな。あれ下手したらあそこで大事故発生するぞ。なんかチェックポイントのなんか幅がめっちゃ狭いなと思ったらあんなことになってたのか。危ねえな、おい、ちょっと大丈夫か。ちょっとオッケーオッケー、まあいいまあいい、とにかくこれでやっていこう。後ろもまだ全然差開かんからな、まあ、多分この差のまま行きそうですね。あ、ニワトリ大丈夫ですか、ニワトリさん、コケコッコ頼むよ。よし、オッケー、さあオッケー、後ろのやつら今のニワトリ引いてたら許さんからな。よし、このまま行けよ、このまま行けよ。ジュリア、後ろからニフルンが、あのもうクソみたいなモノマネやめるわ本当。はい、よしよし、やってこうやってこう。まあ一応ねグラディオ乗ってるからね、このグラディオが一応乗ってくれてるから SP として、はい、ジュリアよりも強いであろうグラディオが一応 SP で乗ってくれてます。ノクトは乗ってません。ノクトはね後ろ走ってるレギス国王の車に、レギス国王とノクトが2人で乗ってるからね。弱っちいなあ、レギス王国は。レギス王国が1位取って私が2位だったら超越してやろうと思ったのにって言ってるわジュリアが。さあそんな気さらさらないだろジュリア。さあもうすぐ 68%、 お、 69%、 早い早い。そしてここよく通ったな、ここレンジローバーでよく通ったよ、ここのクロスカントリーコース。大ジャンプしまくったわ。だいたい大ジャンプでナンバーが落ちるんですよ。あ、もうナンバーない。いつの間にナンバーないの。はい、重たいよ、飛ぶよ、はいはい飛ぶよ。重たいな、前のめりにいってんじゃん、これ壊れるよサスペンション、大丈夫。よし、 OK。 さてどうする。てめえこの野郎、イグニス黙ってろてめえこの野郎、今抜かれるじゃないかってこの野郎。よし、 OK。 ここでよく通った通った通った、 OK。 ここでいいよ、左コーナーきれいにね。もう 77% だからね、落ち着いていけよ、落ち着いていけよ。よし、 OK。 ここで一直線か、このまま左走っていくからね、クロスカントリーのレースだったらね。こっちに線路あったんだね、覚えてなかった。よし、いい感じだ。ここでこっちだね。よし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 、 OK。 右コーナー、右コーナー、ここ何があるかわからんか、非常に怖いね。真後ろもういるからね、一度のミスでもう取り返しつかんよこれね、やばいよ。はい、 OK。 そしてこういう民家は怖い、民家は怖い、怖い怖い怖い。危ない、民家は怖い、はいはいはい、危ない危ない危ない。ねえジュリア、1枚写真撮っとかない、ジュリア1枚写真撮っとかない。てめえプロンプト黙ってろ、てめえこの野郎抜かれるぞ、てめえこの野郎黙ってろプロンプト。はいはい、 OKOK、 もうやめとくわ、もうやめとくわ、もうそういうのやめとくわ、 OK。 もうこっから真剣にいくわ、もうこっからちょっとふざけたらもうちょっと負けそうな気するから、こっからもうふざけるのやめよう、 OK。 おい来た、てめえこの野郎、おいイギリスで生活できなくしてやるぞてめえこの野郎、パパ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 パ、食い気やめ、パパ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 、ちょっと待って、おいおいおい、ちょっと待って待って待って、おい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 、いいいい子だ、良い子だ良い子だ、ねんねしな、そのままねんねしな、いい子だいい子だ、よいしょし、 OK。 私を抜くんじゃないわよ、私を抜くんじゃないわよ、みんな私を抜くんじゃないわよ、乗れんわよ。追放するんじゃなくてついに乗ろうわよって言い出したわジュリア、 OK。 よし、これどっちどっちどっち、これで、あ、なになになに、あ、ちょっと当選も当選も当選も、こいつ当選も当選も、やばい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 、どこ走ってんの、ちょっとおーおーちょおーおー、今来て来て来て、あーちょっと危ねー、あー危ねー、今のめっちゃ危なかったんじゃない、今さりげによく勝ったな今。 I always knew you had it in you. The Titan is down and we have a new cross country championThat was some fine racing out there. Well done. You earned it. 最後よく勝ったね。タイム見て。何秒差？ 0.23、0.24 か。なんかわからん。とにかく勝ったわ。危ねえ。よっしゃ、ジュリア王国の女王が勝ったわ。ルシス王国のやつ一人もいねえな。さあ、ジュリア可愛いぜ。よし、ありがとう。いやいや、大変なレースだったね。オーケーオーケー。さあ、そして何が当たるかですね、何が当たるかが楽しみですねこれね。はい、来ました。おっと、いきなり面白い車があったけど、それが当たらないのか。何が当たる。さあ、後ろのレガリアが非常に怖いぞ。パープルレギンスか。レギンスは別にいらないな。 Hey Julia, congratulations on finishing the Titan and becoming Horizon's new cross country champion. Between you and me, I always knew you had it in you.はい、ちょうどこれがレース終わった直後の状態。何これ、何が起きたのこれ、なんでこんなとこ突っ込んでんのさこれね。はい、 OK。 ではちょっとマップを見てみましょう、マップをね。
今、これでここまで来たのか。あ、ちょうど家が近いね、家がね。家通ったもんな、そういえば。はい、このタイタンは一応クリアということになりましたんでね。いやー、なかなか面白くやってくれるじゃねえか。よしよし。じゃあ、近くに影響ボードがあるから、この影響ボードを2つ壊して帰りましょうか。はい。よし、やっていこう。どこですか？いやー、でもなんとか勝てたね。1回でね。危なかったな、でも。最後なんかこの鉄の張りぼてじゃないけど、なんかこれに引っかかってさ、最後、なんかもしかしたら、なんかダメかなと思ったけど、なんとか大丈夫だったわ。で、どこにあるんですか、これ。はい？また上か、これ。また上じゃねえか、これ。このジャンプする系はまた後日やります。この車ではジャンプできませんからね。はい、あともう一箇所あっち取りに行きましょう。はい、多分ね、あっちに置いてあるやつも多分普通に取れないやつだと思うわ。なんかそういうやつばっかり残ってるんですよ、あとね。どこ？ほらほら、ここもだよ、ここも、ここも。これどっから飛ぶんですか、これも。もう、これか、これか。これだな、これだな。これはいけそうですね。これはでもちょっとレガリアはちょっとダメそうですね、レガリアは。よし、ちょっと待って、レガリアでちょっとやってみよう。レガリアでちょっとできるか。ニトロパワーがあればできるけど、よし、いけよ。絶対ダメ。これ絶対ダメ。レガリアは絶対ダメですね。ちょっとこれだけ取って帰ろう。せめてこれだけ取って帰ろう、これね。よし、OK。ちょっと、車変えてきます。さあ、久々登場よって言いつつ、なんちゅうとこで登場してんだよ、これ。 よし、 OK。 さあ、最強の加速力を誇ってますから、これだったらいけるでしょう。早っ。これ逆に飛び越えるんじゃない、これ。ほら。 これコースがダメだ。今のはコースがダメだっただけで、これいけますね。これ2回目でもういけますよ、これね。余裕ですね。早えな、やっぱりこれ。音が違うもんな。もうレガリア乗ってからこれ乗ったらえらいことだな、これな。はい、もう今ぐらいでいいわ。今ぐらいで行かないと、多分完全にこれダメですよ。OK。よし、ちょっと黙ってきます。この辺か。よし、OK、行った。綺麗に決まったね、今。綺麗に決まったね。久々にもうこれで帰る？これで。さっきと超速いんだけど。飛んだー！はい、ありがとう。あんまりやってたらね、このアストンマーティンに怒られそうになるからね。はい。いやー、でもすごいね。あっという間に取れたね。あれ、やっぱり気持ちよかったね。さあ、OK。ということで、今からもう家に帰りましょうか。もうこのままね、家に帰りたいと思います。あとは家に帰ってちょこちょこっといろんなものを見て帰りましょう。はい。では、こちらに家帰りたいと思います。はい。せっかくだったらもうこのレーシングカーでもう家帰りましょう。はい。多分ね、レガリアと違って一瞬で着くと思います。はい。ちょっと線路の上走ってみようか、線路の上。すごいよな、これ線路の上をずっと行って、なんか電車の運転手さんになった気分を味わうパートも面白いかもしれんな、これ。次はジュリア家ですみたいなね、なんか面白そうだよね。面白いかどうかわからん。あ、ちょっと待って、行き過ぎてる。はい、ごめんごめん。はい、すいませんよ。ジュリア家はどこですか、ジュリア家は。さっき普通に、あ、サッカー場があったね。さっきここなんかコースに通った気がするんだけどな。はい。さあ、普通に走ってるだけでもう横滑り激しいな、この車。はい。あとジュリア家までどのぐらいかな？やっぱりあれですね、こういうところに入るとこの車ダメですね。もう制御不能になるな。よし。でも制御不能の車をこうやって操るのが壁じゃねえか、これ。壁じゃねえか。いやー、こういう時ザ・クルー2だったらな、飛行機に乗れるんだけどな、これ。ちょっと車変えてくるね。やっぱり最後はこれでしょう。 怖いよ、これ。怖いですよ。内装大丈夫ですか？ちょっと。雨に濡れてない？大丈夫？汚れてないね。よし、OK。さあ、これほんと高級車ですよね、マジでね。この木目たまらんな。よいしょ。さあ、おっと、なんか冬の雪山が綺麗ですね、これ。今冬かどうか忘れたけど。ちょっとね、最近ちょっとフォルツァホライズン結構ご無沙汰で、ちょっといろいろね、なかなかできなくて、ちょっと、あれですよ。はい。ちょっとウィークリーチャレンジがちょっとできなくて、ちょっと落ち込んでます、実は。はい。さあ、OK。傍若無人に走りましょう。イギリスをね。これで右ですか。
さあもうあと家帰るだけですから、非常にね、まあ、簡単ではありますが、まあ、本当今日もね楽しくレースができたんで非常に良かったなと思います。ここ右右折ですね。おお、ひっくり返りそうになるねこれね。しかしでかいな本当。はい、ここでターンライドね。よし、 OK。 おい、どきなさいよ、ちょっとどき。ハンドルやっぱ小回り効かないからねこれはね。はいはい、怖いだろうな。でもこんな車が追い越していったらこれ超怖いだろうな。これみんなよくこんな車にパッシング鳴らせるな。今すれ違ったトラックはいい勝負するぞ、多分かなりいい勝負しますよ。よし、 OK、 これでこのままいって、はいはいはい、 OK よ。さあこんな感じでね、またいろいろとあれですよ、ボス戦チャレンジしていきましょう。ダートとかねいっぱいあるんでね、そういったのもいろいろやっていきましょうね。ほんとね、レガリア怖すぎですねこれね。よし、 OK、天気もいいし雨も降ってないしいい感じだ。さあ OK、 追い越し追い越し、ああっと、てめえこれ怒る気力なくなってきてるわ、だんだんジュリアがもう怒りすぎてさっきから。さあ OK、 ということで、間もなく自宅に着きますよ。自宅に着いた時の演出がまた面白そうですねこの、レガリアの時はね。はい、さあ OK、 帰ってきましたレガリア。よいしょ、勝負勝ってね帰ってきましたよ。ただいまみんな。今聞こえた人は霊感がある人ですよ。今お帰りって聞こえた人は霊感がある人ですよ。はい、ということでね、ここお化け3人が暮らしてますからね。はい、ということで帰ってまいりました。ちなみにカーパスって増えてないのかな、あれから。あ、一応まだ増えてないね。こっから先ね、こっから先もう楽しみにしてますよ。もうあの AMG プロジェクト1、あとは、ランボルギーニアベンタドール SVJ とかケーニグセグジェスコとか、なんかそういうのいろいろ楽しみにしてますよ。あと世界に一台のブガッティなんだっけ、忘れた忘れたわ、なんだっけブガッティのね、なんかあったよね。はい、今多分この動画アップされてる頃は普通に覚えてると思いますが、はい、今ド忘れしました、ありがとうございます。なんかかっこいい名前だったね。はい、まあそんな感じで、あとは、まあいろいろマップ、ガレージ見て、まあいろいろと、あれだけど、まあ、またあれですね。はい、まあ今後ね、またこのタイタンじゃないけども、こういう、ボス戦、またダートとかいろいろやっていきます。そしてショーケースも、ちょっと進んでないところ、やっていきます。そしてビジネスもいっぱいやっていきますんで、まあやることはかなり多いので、まあしっかりとね、楽しんでいければと思いますんで、よろしくお願いします。そしてまた、マシンでね、最近ゲットした日産の、日産のね、ニスモ、あちらの方も見ていきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。楽しみですよね。これもいい音するような気がするんですけどね、本当。まあ、まさかねこういう風にまあ、カーマスタリーをこう解放することによって、ゲットできるっていうことを知らなかったので、まあそういったのもね、まあ教えていただいてもうありがとうございます。てか日産がどこか全然見つけられん、喋りながらだったら全然見つけられん。ちょっと待って、あったあったあったあるあるだよね。こういう時喋りながらだったら本当わからんよね。うん。はい。これですね。フォルツァエディション、イベント影響ブーストということで、この、ニスもね、これもまた行きたいと思います。もうすげえじゃん。スピード 8.6 でハンドリング10、加速10、発進加速10、ブレーキング10ってこれ、何これ、すごいな。むしろスピードを10にしようよって感じだよね。カスタムしてね。スピードだけ10にしたいな、これな。うん。またそういうパートを作っていきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。